マウンドにはこの回からルーキーの橋本勇気、先頭バッターの藤岡を三振に打ち取ってワンアウト、打順1番に帰って今日2本のホームランの福田光輝です。なおキャッチャーも加藤拓磨に代わっているこの7回です。さあ今日いいバッティングの福田対この橋本、まあ大卒ルーキー対決でちょっと注目もここはしてみたいところです。片やドラフト5位のこちらの福田、そしてドラフト2位の橋本です。まあ改めて見ましょう、今日の2本のホームランです。いずれも山本から。いずれもストレートを捉えてということで、3打席目はちょっと意識があった中、変化球攻めでのフォアボールとなって、これが4打席目。おお、2打席2者連続の三振になりました橋本です。いや、水さん、この橋本もまだこれオープン戦失点がないという中、しっかりとこう実戦で結果出してますね。本当ですね、面白いですよね、はい、でもまあドラフト2位で入ってきたんですから、これはもう即戦力ですよね結局はね、はい、だからもうこのやっても不思議じゃないなっていう位置にはいますよね、これテイクバックが小さくて、今さん、はい、打ちにくいとかタイミング取りにくいって話よく聞くんだけど、はい、そういうのはあります？そうですね、やっぱり最初に合わせづらいですよね。合わせづらい、はい、何回か対戦していかないとっていうの中で、打席の中で、あ、刺されて差し込まれてんなって言って、ちょっと早めにタイミング取ってる一瞬に、まあ、1打席終わってしまうんで、特に中継ぎなんかで言ったら、そんなに年間通してもね、対戦しないんで、1年間あたりだったらね、あのタイミング取ってる間に1シーズン終わっちゃうぐらいの感覚にはなれると思いますので、あ、なるほどね、非常にね、あの今シーズン楽しみかなと思いますけどね、うん、だから面白い存在にはなりますよね、はい、やっぱり適性としては中継ぎの方がということはいいという言い方さ、そうですね、先発だとねやっぱ3打席目ぐらいには合ってきますし、そのイメージはつきやすいので、中継ぎとか忘れちゃうんですよね、はい、やっぱりこうでその次の対戦でね、また1ヶ月後だったりとか、うん、なんで、ね、うんうんうん、でなるとイメージっていうかね、球までは思い出されないんで、やっぱりこうまた打席の中でタイミングから始まるケースが多かったので、やっぱりこうね、中継ぎでこう変則だと非常に戦力になりやすいかなと思いますけどね、あ、ここもタイミング合わない、三者三振、橋本勇気見事なピッチングです。